和田山駅は、兵庫県朝子市和田山町、東谷浅藤原にある、西日本旅客鉄道の駅。直営駅で2005年4月1日に、旧朝子郡陸野町、旧和田山町、旧三島町、旧朝子町の合計4町の合併により、新たに誕生した、町来市の代表駅である。山陰本線を所属線としており、当駅を終点とする万端線を加えた2路線が、 乗り入れる。特急、河野鳥、木の先、万端線経由の浜風が停車する。焼け落ちた和田山駅停車する。列車ホーム級和田山機関庫の車両庫と給水塔、島式に面四線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を有する。駅舎には駅ビルが併設されており、2階に改札口がある。そこから各ホームへ、湖泉橋で連絡している。 改札外の待合室にはキオスクが設置されていたが、2017年9月30日をもって閉店している。2021年3月13日から、アイコカ等の全国総合利用サービスに対応した交通系 IC カードが利用可能となっている。港内北側には、旧豊洋化機関区和田山市区のレンガ造りの車庫と給水塔が現在も残されている。 車庫は1912年3月に建築されたもので、1991年3月に宿が廃止されてからは倉庫として利用されている。基本的に1番乗り場が山陰本線上利用、2番乗り場が山陰本線下り用、4番乗り場が万端線と山陰本線の普通列車同士の乗り換え及び臨時団体列車と特急、浜風用。 5番乗り場が万端線普通列車用及び特急、浜風用として使われ、山陰本線の上下線とも、普通列車の一部は4番乗り場に停車するほか、浜風は4.5番乗り場から発車する。2番乗り場と4番乗り場の間に存在する3番線、及び万端線専用である5番乗り場と万端線、専用留置線は、非電化である。 万単線車両の宮間対白が設定されている。トイレは改札外に男女別推薦のものがある。夕方以降は無人になるため、ワンマン電車は夕方以降は一部を除いて車内収受になる。兵庫県統計所によると、2016年度の1日平均乗車人員は693人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。 駅改札外の駅弁や、服の家で販売。主な駅弁は、下記の通り。特急、河野鳥、木の先、浜風の隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと。ありがとうございます。